ロマンス。あの森沢拓也会長が立ち上げ、18年にわたり時代を駆け抜けてきた名店。時代を先導してきた彼らが今再び時代の先駆者として躍り出るために始動した。アールズネクストジェネレーション。人気モデルからホストへ転身し、ホスト TV の密着企画ではすでに YouTube で17万回を超える再生数を叩き出している佐藤あゆむ。ロマンスの切り札である彼のバースデーイベントに密着した。佐藤あゆむバースデーイベント密着。2回目の今回は、前回に引き続きキャストからのお祝いメッセージ、そして佐藤あゆむのお客様に彼の魅力について聞いてみる。そうですね、はい、先日あのイベントなんで来ました。はい、ネクタイでね、しっかりとしてて、今日あゆむの指定だったんで、はい、今日ネクタイが指定なんです。ネクタイとワイシャツっていうのはもう指定だったんで、はい。ちょっと夏っぽくて、はい、すごくね、気配りもできて、まあ、男性、女性からどちらからもモテるような男性じゃないですかね。はい、でも後輩の面倒にもいいんで、あ、そうなんですね。はい、慕われてます。最近弱くなってますね。最近結構、終わった頃酔っ払ってるような。まあ、やっぱ、まあ、やっぱね、あれですよね。生が弱い。生が弱い、うん、ハイボールは強いけど、生が逃げる。はい、あゆむ、そうですね、もう出会って4年目かな。はい、新しくロマンスを引っ張っていくような、人間2のように目指してもらってるんで、応援してます。そして今日、一生懸命盛り上げるんで、飲みましょう、生を。はい、まあ、特に言うことないです。頑張ってください。起きてる、うん、特に言うことない。酒入らないと喋れない。そうですね、はい、まあいつも通りあゆむとわちゃわちゃしようかなと思ってます。続いてはこの人に話を聞こう。そうなんですよ、久しぶりにこんな着ちゃいましたよ、黒ジャケット。スーツをオーダーで作られた。おっ、さすが信長ファン。信長ファン、信長ファンのホスト TV、はい、あ、お詳しいっすね。まさかの信長マニア、ここにもいました。はめられましたよ、あれ。まあ、あんなふざけた企画は初めてですよ。本当に前代未聞ですよ、あんなの。次はね、他のうちの幹部とかね、はめてほしいですね。ちょっと普段クール振ってるやついっぱいいるんで。そうそうそう、こっそりやりましょうか。はい、そんな、皆さん、これのこれ、いや、別にないですね。爽やかなネクタイぐらいですね、今日は。爽やかな、暑いね、アップするね、アップ。あー、もうこのネクタイ、オンリー。はい、すっげえ映すね。近いね、近いね。いや、大丈夫大丈夫、あんまり。はい、長いですね、もう本当に。辞めてからもちょっと遊んだりしてたし、うん、最初あったのどんくらい前だ、9年ぐらい前とかなんでね。あ、うん、なんか盛り上がりましたよ、うん、ベロベロだったんで途中から記憶がないです。そうなんですよ、すごかったっすね。暑い暑い暑いです。汗が止まんない。うん、だあいつも暑いじゃないですか、僕。もう、かなり暑い。メッセージ、はい、頑張ってください。何歳ですか今、29歳、8歳そんなもん。あ、じゃあ歌舞伎町のナンバー目指してね、頑張ってくださいということでね、はい、アップになってみた。主役の登場。今日は、この男のためにロマンスの時間が過ぎていく。ここで彼のお客様に佐藤あゆむについての話を少し聞くことができた。姫様に聞くホスト佐藤あゆむの魅力とは。今日の目標的にはやっぱりまだあと99杯のことです。まだ1杯だけなんです。まだ1杯です。
さあこれからまた行くわけです。待って、俺、嗅がしたことないですからね。誤解を招く。ほら、バンバン出るでしょ。野球バッター。野球好きですね。これ、防げればやっぱり野球の話されるから。あ、もう野球の話しかしないんだよ。野球好きだよ。野球好きだよ。いやよく言われます。1年ぐらい、あ、そう、だいぶマシになりました。マシになりました。嫌です。28話オラオラでいきます。次週もお楽しみに。ロマンスでは一緒に働く仲間を募集しています。豪華な内装と確立された教育システム、数々のカリスマホストを輩出した圧倒的な知名度を誇るロマンスであなたをお待ちしています。